中年オタッキーです。さすがにね、12月、まあ、師走ということでね、仕事がものすごいことになっておりまして、まあ、喉もガラガラですしね、とにかくね、コメント返す時間が全くありません。すんません。もうコメントいただいた方、本当に申し訳ないんですが、一応見てることは見てるんですけど、もう返す時間全くないんですよね。まあ、12月、毎年バタバタ走る、まあ、運送業の方、特にそうだと思うんですが、まあ、私も運送業なんでね、例に漏れず、バタバタしております。はい。で、今日はね、このカメラを使って、まあ、写真を撮ってきました。このカメラでね、まあ、EOS 1初代、ね、以前、6500円だったっけ?で、購入した EOS 1にね、EF2470F4LIS-USM。これ、まあ、小三元レンズって言われるね、高級レンズ、一応高級レンズなんですね。赤鉢巻きの L レンズということで。で、今回使ったフィルムがね、ローライレトロ 80S というフィルム、で、この L レンズで撮ってきました。まあ、レンズのね、能力がフィルムカメラにとってはやはり大きいと。まあ、ほとんどその細工ができないんでね。で、レンズの力っていうのがどんなものかっていうのをね、ちょっと作例を紹介しながらやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したこの EOS 1とね、EF2470F4LIS-USM なんですが、まあ、EOS 1はね、先ほど言いましたようにヤフオクでね、ジャンクに、一応ジャンク扱いになってたんですけど、まあ、バリバリ動くやつでした。で、このレンズ、ね、3年半ぐらい前に、まあ、中古で買ったんですけどもね、かなり状態がいいものを7万円ほどで買いました。で、現在はね、2が出てるんですね。これのバージョン2が出てるおかげで値段が下がってきてまして、まあ、5万円ぐらいから、探せばあるようですね。お店でもね。で、ヤフオクとかだともうちょっと安いかもしれません。これはね、このカメラのね、キットレンズとして売ってたみたいなんですよ。よっ。はい、これは EOS 5D の Mark III ですけど、このね、カメラのキットレンズとして結構たくさん売られていたらしいので、まあ、販売台数っていうか、販売本数かも多くなってまして、弾数も結構多くなってます。で、特徴的なのは、まあ、イメージスタビライザー IS ということで、イメージスタビライザーが使える。まあ、オートフォーカス24-70で 70mm からは、まあ、疑似マクロ。よ、レバーを、こう、ズーミング、で、疑似マクロが使えますね。結構寄れるんじゃないかな。どのぐらいまで寄れるんだろう。あー、5、6センチぐらいまで寄れるのかな。かなり寄れます。第三元レンズっていうのがあるのは、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、F2.8 のものが第三元レンズ。で、F4 のものが小三元レンズと一般的には言われております。僕はね、その、絞って撮ることが多いんで、まあ、第三元レンズは必要ないなっていうことで、まあ、これ F4 の、まあ、比較的価格が安いと。L レンズを買ったわけなんですけどね、2.8 で撮ることほとんどないんで。で、何が違うのかって、まあ、ガラスが使ってるガラスが違うんですよ。ホタル石っていうガラスを使ってまして、まあ、キヤノンの場合、人工ホタル石になりますけど、まあ、生成するのに時間がかかるしね、お金がかかるということで、このガラスで高くなってると。で、そのガラスで何が違うのさっていうのは、まあ、フレアが少なかったり、ゴーストが出にくかったり、まあ、周差が少なかったり、僕も詳しいことはわかんないんですが、まあ、ガラスの質が良いということで、その辺になっていくんですね。今回使ったフィルムなんですけどね、ローライレトロ 80S なんですが、視聴者のズボロ様から提供いただいたフィルムになります。ローライのフィルムといえばね、まあ、コントラストが高い、イメージがありますがね、まあ、フィルムの感度も80ということで、どんな写りになったのかということでね、今回東京にお邪魔した時に、スコープドッグ撮影会というイベントを開催しましたが、とりあえずね、その時に撮った作例を、紹介していくんですけど、今回はね、それ以外にもたくさん撮ってるんですけど、ローライレトロ 80S フィルム1本丸々紹介していこうと思います。とりあえずは、スコープドッグ撮影会の作例から紹介していきますね。はい、作例なんですけど、1枚目はいきなりね、太陽を、まあ、レンズに入れたら、しっかりこれゴーストが出てますね。2枚目はそのゴーストが消えてる感じ。もうちょっと
と絞った方が良かったかな。3枚目、これが今回のベストショットになりますかね。イメージ通り撮れた作品になります。今回完全に逆光だったね。このようにね、もうシルエットに撮ることを心がけました。まあ露出を合わせてもどうせね、そんなにコントラストはね出ないと思ったんでね、まあこんな感じです。で、半逆光になってくるとこれがちょっとね様相が変わってきます。特にここあたりね、まあハイライトシャドウのきつい写真になるんですが、まあ光の境界線ということでね、こういう写真も印象的な写真になりやすいんですね。まあ総じて言えることは、やはり光が強いところでも結構コントラストが出るということで、この L レンズの性能がよく出てると思います。これはシルエットだけを狙ったものになりますが、ちょっと絞ってシルエットを濃くしてみました。このようにね、真正面からで撮ってますが、これはコントラストがやはり低下してますね。 L レンズとは言えば、新逆光はやっぱちょっときついかなということで、最後のショットもまあ、光の境界線で撮った形になるんですがね、 L レンズだからといって新逆光で、完璧に撮れるわけじゃないということが分かりますが、やはりかなりね、強い逆光にも強いレンズになっていると思います。これカラーで撮ってももちろんいいんですけど、今回はね、ローライレトロ 80S で、まあ、コントラストがかなり高めのフィルムでね、このレンズを試してみました。で、ここからはね、このレンズも登場します。これはね、EF70-200F2.8LISUSM、 まあ初代なんですけど、1型です。これと新品の時は多分30万円ぐらいしたレンズだと思うんですけど、現状ではねヤフオクとかでもう10万円以下ぐらいにはなってきてるんじゃないかなと思います。もうこれバージョン3まで出てるんでね、かなり古いレンズになるんですけども、プロカメラマンならいざ知らずね、アマチュアカメラマンだったらこのぐらいのバージョンでもね、十分いいと思います。で、僕はなぜこのね、第三元レンズを、この長い方ね、中望遠ズームの方は買ったのかというと、2.8 なんで、テレコンを使うと、2倍で 5.6 で使えると。だから、140-400 っていうズームレンズが出来上がるんですね。まあ、そっちも一応考えて、長望遠を持ってないんで、そっちの方を考えて、第三元レンズにしたんですね。まあ、この2本同時に買ったんですけども、18万円ぐらいの投資でした。これやはりね、まあ、L レンズは高額になるんですが、一応ね、おたき、時々、本当に時々、仕事的に依頼を受けてね、写真を撮ることがあるんで、まあ、このぐらいのレンズは持ってないと仕事を受けれないなということでね、一応2本揃えた、レンズになります。で、ここからはね、その作例、2回目の作例になりますが、スナップ写真の方はこの小三元レンズね、はい。で、バンドのね、演奏の光景はこの第三元レンズに、このストロボ、はい、これね、540EZ ってやつね。これジャンクでね、2000円ぐらいだったかな、ヤフオクでゲットしたんですけど、全然ジャンクじゃなくてそのまんま動きました。まあ光量、実はウィジンだったんですよ。このストロボね、ウィジンだったんですけど、ちゃんとね光ってね、光量も十分出てたみたいなんで、ここからは2回目の作例になってまいります。ちょっと駆け足になりますよ。はい、駆け足で紹介していきますがね、さすがの L レンズ、バリバリの切れ味なんですね。これ、まあ単焦点レンズ並みの切れ味が楽しめるズームレンズということで、光の強弱にも強いですし、非常にコントラストしっかりで、この絵なんか非常に綺麗に、出ていると思いますね。木の切り株もご覧の通りです。で、影とね、光と影で遊ぶ写真を撮るにはやはりレンズの性能、いいですが、これはちょっとフレアになってますね。なんでだろう。コントラストがね、はっきり出てるレンズで、まあ、L レンズということでね、非常にいい写りになっていると思います。さ、写真の質はまあどうかなというところなんですけどもね。で、まあ、この先ですね、もうちょっとあるのか、
ね、これね、今回たくさんの枚数を取ってるんで、フィルム丸々1本紹介していくことでね、結構ダサくもあるんですが、まあ、オタッキーはね、普段こんな感じで適当にね、スナップを取っていってるんですけど、フィルム1本丸々紹介するのはさすがにちょっとこっぱずかしいですね。で、ここからはね、第三元レンズでストロボを焚いて撮った写真に、なっていきます。これね、中年オタッキーの単車で5、サブチャンネルでね、ジャズの演奏のね、様子をね、動画にしておりますので、もしね、よろしければね、サブチャンネル中年オタッキー単車で5、一応ね、概要欄の方にリンク貼っておきますのでね、そちらにお邪魔してね、ジャズの演奏でもね、聞いていただければと思います。これ全部ね、夜のバンドの撮影の方はね、ATTL に任せてね、ストロボで撮影してます。プログラムです。全部プログラムで撮影してますが、まあ、ATTL っていうのはね、ストロボが発光して、シャッター幕が開いて、十分な光が当たったらシャッターが閉まるみたいな感じになるみたいなんですが、これしっかり映ってますね。ちゃんと映ってます。まあこれ89年に発売されたカメラで、自動ストロボ撮影だったんですけど、まあ十分なね、能力を発揮していると思いますね。EOS1N は、まあ ATTL になるんですけど、ATTL はこの EZ ね。EX はダメですよ。EZ のストロボで、使うことになります。EX の方は実は古いストロボでも現行のデジタルの一眼レフカメラでも使えることは使えます。そのハイスピードシンクロとかね、日中シンクロもそうですし、バウンス、オートバウンスとかね、そういう、高度なね、調光もできるようになってます。まあもちろんこれもね、高度な調光ができたりするんですが、もう僕はプログラムで簡単にパパパッと撮ってきちゃいました。まあ、初だったんでね、デビュー戦だったんで、こう EZ シリーズのね、ストロボは 300EZ は使ったことが、300EZ は大した、ことはできないんですが、これはいろいろとできるみたいなんですけどね、ストロボの知識僕はそこまで深くないんで、まあとりあえずね、ストロボ、プログラムオートで、ATTL でストロボって撮ってきましたね。まあ結構ね、いい感じで撮れるんですね。こんな古いカメラなのにね、フィルムのね、安くなっておりますので、皆さんも、ぜひ揃えてみればと思います。まあこういうね、まあフルマニュアルカメラで遊ぶのもいいんですけど、フィルムでやっぱしっかり残すという時にはこういうカメラも1台あってもいいんじゃないかなと思いますし、Lレンズね、この今回2本紹介しましたけど、Lレンズ紹介しましたけど、まあデジタル一眼レフにも使えるのでね、無駄な投資ではないと思いますし、ミラーレスがね流行ってきてるので値段も結構こなれてます。今がチャンスということですね。まだまだ使える一眼レフ、フィルムとデジタルでね、両用して使うのも美味しいんじゃないでしょうか。はい、今日の動画はこんな感じで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日の作品投稿トップバッターはガメラさんですね。おたきさんこんにちは、いつも楽しく視聴しております。視聴者の作品に投稿いたします。タイトルは少女、撮影機材リコー XR20SP、 使用フィルム富士フィルムカラー200。住宅街へつながる通りが紅葉並木になっていて、そこに佇む少女に目が奪われ、思わずシャッターを切った一枚です。ということで作品なんですけど、なかなかこれが素晴らしい。もう構図もいいですしね、シチュエーションもいいですし、この女の子がね、犬を抱いてって、カバンがあって、もうこれ完璧に近いですね。良い作品になっております。これ、タイトル画面行きましょうか。ガメラさんの、作品、今回タイトル画面に決定ってことですね。ありがとうございます。次が、のりかずさんですね。お疲れ様です。ジャンクコーナーに転がっていたアルファ303SI スーパーで撮影してきました。残念ながらフィルムの巻き戻し終わった途端にお亡くなりになられましたが、現像は問題なく上がってきたので投稿します。1枚目、紅葉までもう少し。2枚目、朝焼けの中の渡月橋。カメラ、アルファ303SI スーパー。レンズ、ミノルタ AF ズーム。35105F3.5 から 4.5。フィルム、コダック、カラープラス200。よろしくお願いします。ということでね、作品
品なんですけどね、まあ、ミノルタの普及レンズなんですがね、この普及レンズがいい写りするんですね、ミノルタね、全然手が抜かれていないです、これ1枚目構図もバッチリ、2枚目の方はね、もうこれも構図 50-50 の構図でツボを押さえておりますね。これタイトル画面行きたかったんですけどね、ガメラさんの作品があまりにも良かったんでちょっと実践に漏れましたが、良かったと思いますね。でね、今回ねノリカズさんね、でデジタルでも撮ってきたということで、追伸、ちなみに2枚目をデジタルカメラで撮影したデータを送ります。参考まで。カメラニコン D7000、 レンズ AF ニッコール 2885F3.5 から4.5 ということで、これ比較してみましょうか。うん、これまず1枚目がね、フィルム、コダックのフィルムで撮った色の、写真になりますが、で2枚目がデジタル。まあ見たらわかる通りね、解像感はやはりデジタルが圧倒的に上、ただ発色が全然違うんですね。かなり暖かい色に映っております、フィルムの方が。このネガでここまで差が出るということなんですね。まあコダックのフィルムやや暖色系、暖かい色にね、なることが多いんですが、だから紅葉とか夕景とかを撮るのにね、本当にもってこいのフィルムなんですね。今回本当に、よく結果に現れていると思います。ノリカズさん本当にありがとうございます。次はカメラオンさんの投稿ですね。初めて作品投稿いたします。カメラオンです。東京両国を散歩中、階段の途中で見つけた妙に気になった石を撮影しました。タイトル、ちょっと邪魔な石。カメラニコマート EL、レンズニューニッコール 50mmF1.4、 フィルム、ニューシーガル100ということなんですが、ニューシーガル100、作品なんですがね、ニューシーガル100なのにこの色ということはセピア調色にしてあるんでしょうね。妙に邪魔になる石ということで、被写体は石なんですが、前ボケや後ボケを使ってね、非常に立体的に仕上げていると思います。こういう 写真結構いいと思いますね。壁に貼っていても全然面白い写真になっていると思います。ただちょっと解像度っていうか、これデジタルでもしかして処理したのかな。後ろと前のボケの感じがちょっと不自然な気もせんでもないかな。これどこでスキャンしたんでしょうね。プリントスキャンかな、もしかしたらプリントスキャンかな。はい、カメラオンさん投稿ありがとうございます。次はどんぶりさんから3枚組写真ですね。中年おたき様こんばんは。いつも楽しく興味深い話をありがとうございます。久しぶりに投稿させていただきます。ヤシカエレクトの3号 MC をぶら下げて姫路の諸佐山に行ってきました。どうっちことない写真ですいません。フィルムは富士フィルムスペリアプレミアム400です。しかしこのカメラ目測でピントさえ合えばとてもいい感じの描写をしますね。デザインも可愛いのでついつい連れ出してしまいますということで、作品なんですけど、これね、確かにまあごくごく平凡なね、観光地をね回って撮ってる写真なんですけどね、物語的にはね十分に成立していると思います。もう一つ、この売店のとこで人が何人か写っていれば最高だったんですが、流れ的には十分物語になっていると思いますね。組写真はねやはりね、今回僕の場合は2枚か3枚限定にして、募集してるんですけども、その3枚でいかにストーリーを作るかが勝負になってくると思います。まあ十分ストーリー成り立ってると思いますね。で、ヤシカエレクトロ3号 MC なんですけど、私も持ってるんですけどね、まあ、富岡のレンズでね、抜群に写りが良くて、ヤシカシリーズの中ではね、一番写りがいいとも言われています。ただね、目測カメラということと、あと、絞りがね、知らない間に動いちゃうことが多いんですね。そんなわけでね、使うときにはちょっと注意が必要になるカメラになりますが、写りは基本的に抜群に良いと思います。はい、どんぶりさんありがとうございます。次がシオンさんから2枚ですね。おたきさんこんにちは。
最近どんどん寒くなり、朝からカメラがガチガチに冷える時期になってきました。まだオフ会の時の写真を現像に出す時間がなく、全国を待っています。写真は9月頃にニコン F2 で撮った写真になります。この時つけていた露出系が狂ってた関係か、全体的に露出が安定していませんでしたが、綺麗に決まった2枚を投稿します。1枚目が秋空、2枚目がドシンプー熊本城です。これからも動画さ楽しみしてますので頑張ってくださいということで、作品なんですが、1枚目もね、もうこれドンピシャに露出が合っていると思います。非常にねコントラストもよく、いい発色ですね。これフィルム書いてないんですけど、コダックかな、緑の感じから言うとコダックかな。で2枚目なんですけど、2枚目の方はね、空の青を見る限りは、やっぱ建物を見る限りコダックのフィルムかな。ちょっとね、若干感露出がオーバー気味ではありますが、まあ、露出オーバー、多分ネガで撮ってると思います。露出オーバーでも十分安定した写りをするので、まあ露出系なんか使わずにね、別にね、まあ体感ライスで撮ってもいいんじゃないかと思いますが、シオンさんね、また修行頑張ってください。で、デジタル世代にね、その、フィルムで体感露出のは結構難しいという思いになると思いますが、多少取り込んでいくとね、体感露出の方が簡単になってくると思いますんで、僕も露出系全然見てないですよ。今回ね、EOS One でね、撮った作品もね、写真も、全部勘で露出決めてますね。AE で撮ったのは夜だけです。他は全部ね、マニュアルでね、体感露出で撮ってるんですけどね、慣れれば、全部、で、大体決まると思いますので、頑張ってみてください。はい、今日の作品投稿は5名、ここまでになりますね。ここからは俺のカメラになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、トゥーランさんの俺のカメラなんですが、一気に4台分も送ってきて、もったいないけど4台とも紹介します。3枚写真分けてるんですけどね、1枚目はミノルタフレックスとキャノン AE1 プログラムです。ミノルタはヤフオクで1000円プラス送料でゲット。安いな。普通に撮影できますが、ウエストレベルファインダーの開閉部が今にもバラバラになりそうなので、部屋のインテリアとして飾ってます。 AE1 プログラムはリサイクルショップで動作未確認のジャンク品、ボディのみを3000円の値札のものを値切って2500円でゲットしました。 4LR44 かなの、ね、電池を入れると感動品でしたってこと。おめでとうございます。安い、3000は安いと思いますね。2枚目はヤフオクで2000円プラス送料でゲットしたミノルタ ALS です。レンズもボディもとても綺麗で、レンズシャッターも全速切れます。さすがに CDS の露出系の精度は当てになりませんが、このレンズの解像度最高です。最後は最近メルカリで3000円でゲットしたオリンパス EES です。シャッターのみ確認でジャンク扱いでした。見た目もレンズも綺麗なものでした。セレン電池も生きていて、赤ベルもちゃんと動作して撮影できます。待ち取りスナップに持ち出そうと思いますということでね、今回の、送っていただいたカメラの写真なんですが、まず1枚目から、これね、ミノルタフレックスの多分 2B になると思いますね。シャッターがね、コーナンラピッド製ですね。まあ、A1 の方は、プログラムは言わずと知れた A1 プログラムですね。で、2枚目のミノルタ ALS なんですけど、ミノルタ AL がね、CDS 露出系になったものですが、レンズは多分 40mmF1.8 って多分同じだと思うんで、このレンズ本当にね、解像度も高いし、発色も素晴らしいし、逆光にもこのレンズ、この時代のレンズにしては、結構強いんですね。で、3枚目なんですけどね、オリンパスのペン S になりますね。これピント合わせが可能ということで、オリンパスペンで寄れるというカメラになるんですけども、一応ね、上昇点マークに合わせて、オリンパスペン EE と同じような使い方もできる万能カメラです。ペン S 初代になるんでね、裏蓋は取り外し式になるんで、光線漏れ対策はしっかりとっていうカメラになりますかね。はい、投稿ありがとうございます。それではここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナー、今日は津山ののりさんの、これどっちだ、やったとやっちまったと両方ですということですね。先日倉敷のハードオフでアルファ7000の1年後に発売されたという京セラ230AF というカメラの
感動品とそのレンズ AF3570AF80-200 を手に入れたのですが、実用機の3570には前玉に傷があり、今一つ満足感がなかったので、岡山市野田のハードオフに走り AF35105 の中玉にカビありレンズを見つけ持ち帰ってカビ取りに挑戦しました。ネット上にはもしかしたら富岡工学の作ったレンズじゃないかと投稿があったので、慎重に作業しカビ取り成功やったと思い喜び勇んで最後のネジ締めカメラに取り付けました。ところがうんともすんとも反応なし。なんでだと再度背面のネジを外してあぜん、ケーブルの上からネジを締めて見事な穴を開けて、断線させてしまいました。完全に喜び勇んでことを進めた僕のポカです。苦労した2日間が一瞬で水の泡と消えました。ズームレンズは難しいですねということなんですが、まあズームレンズも難しいんですけど、オートフォーカスのレンズも難しいということですね。このね、京セラで230F、非常に個性的なデザインですが、まあ、京セラ 200AF は持ってます。これ3570はね、ほぼ間違いなく富岡工学製です。写りももう抜群ですね。これ1枚目にね傷がありますけど、1枚目はね影響出ないことが多いんでね、撮ってみたらいいんじゃないでしょうかね。で3510は残念ながらダメになってしまったということですけど、まあ、この時代のレンズということでね、富岡というか京セラオプトが作った、レンズにはなるんでしょうけど、富岡のスタッフがね加わってる可能性が非常に高いということで、まあちょっとね撮ってみて欲しかったですが、まあこれはしょうがないかな、もう動かなくなっちゃったということで、ちなみにね京セラ 200AF はね、レスポンスが非常に悪かったんですが、 230AF は果たしてということなんですけどね、使ったことないんで分かんないですけど、今日の動画はねこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。で来週はね、こいつミノルタ XE でね、撮影してきたんですけど、これダムお猿さんからね、いただいたカメラになるんですけどね、まだフィルム入ってますが、はい、アドックスね、ちょっと前に紹介した5億画素のフィルムですね、で撮影してきました。ちゃんと撮れてるかどうかはわかんないんですが、この現像結果次第で、この写真を、カメラの写真を紹介していこうと思います。アドックスね、本当はね専用現像液で、現像しなきゃいけないんですけども、現像した感じねコントラストがめちゃめちゃに出たんで、で硬くなったんで、ね、好調になったんでね、ちょっとね露出をややオーバー気味に撮って柔らかめに撮るっていうイメージで挑戦してます。で今回の現像結果が果たしてどうなるのか、こうご期待っていうことですね。このフィルムね、ニコンで撮ってくれっていう人が非常に多かったんですけど、最近ちょっとニコンしててミノルタがねおざなりになってたんで、今回はミノルタのカメラで撮らせていただきました。でねこのフィルムちょっとね結構面白いんでね、もしかしたら購入してね、今後どんどん出てくるかもしれません。っていうかね、趣味でね、本当に趣味で撮ってるんだったらずっとこればっか使うかもしれないですけど、僕の場合これ動画にしてるんでそういうわけにもいかないんでね、まあちょっと、そこは残念なところではあるんですが、また購入するかもしれないですね、このフィルムね。まあこれは ドリームロコモーティブ様に提供いただいたフィルムになるんですけど、自分のお金で購入しようかなってちょっと考えてる次第です。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。キヤノンといえばレンズね、憧れのレンズではあるんですが、まあ、5万円ね、中古で5万円ぐらいからということで、結構高額になるんですけどもね、まあ、欲しいって思ってる人は多分いっぱいいるんじゃないかなと思いますが、一眼レフカメラね、デジタルの一眼レフカメラを使っている人は、まあ、フィルムと共用できるという意味ではね、十分にね、活用できるレンズと思いますのでね、チャンスがあればぜひ購入ということですね。5万円とは高いけどね、7ニッパか、第3弦の方はね今でも結構な値段がすると思いますが、この2本があればね、あとテレプラスがあればほぼ全ての、環境で撮影ができます。まあポートレートとかはちょっと覗くですけど、ポートレートもね 70mm の F2.8 で撮ったらまあギリギリ撮れるかなって感じですけどね。はい、今日の動画はここまで。ちょっとね多忙でねコメント返しがちょっと難しくなっておりますが、まあなんとか動画だけは出していこうと思って頑張っておりますのでね、また応援の方よろしくお願いします。チャンネル登録ねちょっと完全に失速しておりますが、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録お願いします。今後もね、マニアック路線に突き進んでいくオタッキーの動画ぜひぜひ応援よろしくお願いします。
はい、高評価はね、ポチッと押すだけなんで、今すぐよろしく。というわけで、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。